ね、このぐらい今前の相棒を捕まったんだけど、落差があって失速してここ捕まったよね。でもここ全然空いてるんで、ここ狙ってくる方が安牌で下る。ここはいいボールだね。あとです。ちょっと今日水多いんで、あのドツボエッジ、危険なエッジに入らないようにしてください。僕のやり方ね、ここ3つ、はい、左向けてさらに
削るときにリーンが効いてる方向で走ります。リーン効かせないようにね。はい、ウォーキングしながら帰ってまーす。上がりどう。パドリングのドリル。よいしょ。冬漕ぐ時のご注意ですけど、まずは低体温症に注意してください。寝てグッパグッパして、血行良くしてください。ポギーしたりグローブしたりして、保温に努めてください。で結構ね寒いと体怪我するんで無理しないことですね。あと、他の動画でも言ってますけど、なんで冬こぐとうまくなるかっていうと、水が水温が下がると、粘性が高くなります。重くなります。簡単に言うと、重くなるんでキャッチが重くなります。なんで重たい水をしっかりこげることをこぐようになることで、ブレードの、ね、操作とか、はっきり分かったり上達するようになります。夏ねこぐと水めっちゃ柔らかく感じるんで、その差がね歴然とします。冬こぐのはそういう理由があって、しかも冬こぐとうまくなるってね、そういうことです。ただこいでればいいんじゃなくてね、理由があります。はい、ドライとかなくても、清水こぐだけだったらね別にフルドライとかいらないんで、フルドライ買ってまでちょっと冬こぐのはっていう人はね、パドジャケ上下着て清水こぎ込むとかね、いいと思います。で、冬ドリルですね。今 C ストロークやってますけど、ドリルやっていきます。はい、ドリル、ね、パドリングのドリル。最初にフォワードできる、ちょっと軽くこうグライド感ね、伸ばし気味に少し長い距離を越えていきます。僕はズンダモン。まずはフォワードストローク、激流ようにバック、グライド感、出してこぎます。バウをどんどん前に押し出すイメージ、リラックスしてやりましょう。はい、次ね、バンザーイ、体、ひねります。いいよ。ボートの上でストレッチ、左右ひねりと背中を伸ばします。少し漕いで血圧が上がったら再度やるとさらに効果あるよ。はい、結構骨、ああ痛い、はい、怪我しないようにね、こういうの一通りやってください。はい、次ね、ドリル。くれぐれも怪我するなよ、ね、怪我したら焦げなくなるぞよ。この間取ろうと思ったんだけど動画切れた。次はバックストローク。はい、バックストロークしてるとアンティックスみたいに後ろが薄いボートは前後のピッチ練習になるよ。乗ってきた今、今乗ってやるんだけど水が乗ってくるとコントロールがね、スターンの薄いボートは重心の位置が難しいよ。前傾して後ろを出してあげます。これバックサーフィンの練習にもねなりますね。よっ、おっ、さあ、次ドリルはドローストローク。次はドローストローク。ドローストロークもリーン、リーン、リーン、フラット、リーン、アウト、ね、サイドスリップ、やります。ターン、ロールで使うからどんどん練習しよう、はい、慣れてない人はできるだけ真横に止めるようにします。はい、左右、必ずパヌーは左右やってください、ね、左右やるスポーツなんで。リーン3種類を左右やると6種類じっくりやろう。カヤックのドリルは必ず左右をやるんだ。必ずだ。でさらに、さっきちょっと端折ってますけど、ね、さっき、ね、相棒がやってたシーストローク、もしホワイトウォーターでね、ターン上手になっちゃったらシーストローク。次はシーストローク。このリンをね、すると、円の形を反転で、できるだけ長い。片側だけ漕いで円を描くよ。さあ、シーストロークして。こういう円を描いてみてください。綺麗な円にはリーンとストロークがマッチしないといけないよ。
左右。カヤックのドリルは必ず左右をやるんだ。必ずだ。最後これもやってください。おすすめです。3パドル、フォア、ストッピンの日前に向かってフォア1、2、3、ピタッと止まれるように練習するのだ。しかも、できれば180度ね、0度パッと。動いてんねこれね。これで慣性のコントロールも多分上手になると思います。では冬の間頑張ってやってください。